はい、こんにちはレトスノーノです9月22日の3問に入る前に本日は模試の活用の仕方について過去の合格者からのアドバイスをお伝えいたしますで、今からお伝えする内容については過去の合格者からいただいたメールの内容ですそのまま転記しております模試を解いて点数に一喜一憂模試で出題された細かな内容ばかり気になるこんなことになっていませんでしょうか 一番大事な過去問学習から離れた学習をしてしまうと残り1ヶ月を無駄にしてしまいます。受験生だった私は市販の模試を使っていました。こんなの知らない、見たことない、聞いたこともない、解いたこともない、これはまずいと気持ちが焦ってしまい、どうしようという感じでした。受験生の皆さんは現在模試を解いていますか模擬試験の活用法は試験に出なさそうな細かい知識を得るためのものではなく、 模擬試験で良い点を取って気持ちよくなるためのものでもありません模試の活用法は自分の現状を把握し足りないところを見つけるためのものです当たり前ですが受験生の目的はただ一つ合格することですここでいま一度目的を確認し模試を有意義に活用していきましょう市販の模試は4選択肢のうち大切なのは1つか2つ中には捨て物も入っているのに レトスの模試は4選択肢とも重要な選択肢なんです。だから、他の模試を1回やるよりも、レトスの模試を1回やった方が2倍目につきます。それに、めんどくさいぐらい説明が親切なんです。テキストを見なくても読むだけで理解できます。テキストを見なくても解説を読むだけで理解できます。残り1ヶ月の過ごし方を悩んでいる方は、ぜひレトスの模試を行ってみてください。今からでも実力はつきます。といったメールの内容でした。 まあこのページについては、弊社レトスの模試の感想なんですけれども、一番最初にお伝えをした模試を解いて点数に一気一中したり、模試で出題された細かな内容ばかりに気になる。これ意外と多いんじゃないのかなと思います。実際、弊社の個別児童の受講師さんも、こういった方多いんですね。なんで、都度ですね、メールでやり取りさせていただいて、点数は気にしないと。目的は合格することですよね。 ここにも書いてある通り合格することが目的なんでそのためには今の現状を把握して足りないところが何なのかっていうものをやっぱ見つけていかないと前に進まないんですよね足りないところが見つかればそこを復習して点数取れるようにしていけば実力は上がっていくわけですなので点数がいいとか悪いとか関係なく必ず模試を一回行えばそこで解けない問題って出てくるはずなんですね少なくても一つは出てくるはずです その解けなかった問題、また解けたけどもなんかちゃんと頭に入っていないな曖昧だったなそういったところをちゃんと復習して確実な知識に変えていくっていうのが勉強なんですよねなんでまだ今からでもまだ1ヶ月ありますのできちんと自分の現状を把握して足りないところを見つけさらにそこを復習して解けるようにしていきましょうそれでは本日の3問に入っていきます 土地の所有者は林地から木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは林地所有者に当該枝を切除するように求めることができるルか×かという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいえ答えは○ですね隣の土地の畜木の枝が境界線を越えて出ているときは畜木の所有者に境界線を越える部分を切り取るよう請求することができます 言い換えると、原則、畜木の所有者の承諾なしに、勝手に切り取ることできませんよっていう話なんですね。あくまでも、この木の枝っていうのは、隣の土地の所有者が所有してますよね。だから、隣の土地の所有者に切り取ってもらうっていうのは原則なんですよ。自分で勝手に切ることできませんよってことですね。ただし、例外もあって、隣の枝を勝手に切り取ることができる場合もあります。それはどういった場合か、3つの場合です。 ののの所所有有者者ににに枝を切切除除するようししたもかかわらず畜牧の所有者が相当の期間内に切除しない場合つまり、切ってって言ったにもかかわらず、相当期間経っても切ってくれないって話ですね。そういった場合です。二つ目が、畜木の所有者を知ることができない。または、その所在を知ることができない場合。つまり、所有者が誰かわからないだったりとか、まあ、所有者わかってるけども、その所有者はどこにいるかわかんないといった場合です。 これは例えば、隣の家が空き家だったりした場合ですね。そういった場合を想定しております。で、三つ目が、旧白の事情があるとき。この旧白の事情って、例えば、その隣のこの畜木、木がですね、もう今にも倒れそうだと。で、明日台風来てる。もうこのまま放置しておけば、まあ結果としてこれ損害被る可能性があるよとか。まあそういった場合ですね。そういった場合は、もう緊急の必要性があるので、勝手に切り取ることができますよ。 っていうようよな話です、まあ、これ基本的なところなんでしっかり頭に入れておきましょう。で問い2ですね。宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、知体なく登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。○か×かという問題です。答えは丸ですね。本籍を変更した場合っていうのは、変更の登録申請が必要になってきます。 この取引士の本籍は取引士資格登録簿の搭載事項なんですね。なので変更があったら、遅滞なく変更の登録申請をしなければならないということですで。資格登録簿の内容については、こちら3つですね。これ覚えておきましょう。住所、氏名と本籍と勤務先の宅建業者の、まあ、称号だったり名称ですね。まあ、こういったところはちゃんと頭に入れておいてください。で、問い3ですね。 純都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。丸か×かという問題ですえ。答えは×ですね。そもそも市街地開発事業っていうのは、都市計画区域内の市街化区域や非線引き都市計画区域で定めることができるんですね。都市計画区域内で定めることができるのであって、純都市計画区域で定めることができるとはなってないんですね。えなので、誤りになります。 で、この問題はイメージできれば覚えなくても答えは導けますなので個別指導ではそのイメージの仕方についても解説いたしますそして今販売している予想模試は実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています理解学習ができていない方予備校や通信講座市販の過去問やテキストを丸暗記していて理解できているか不安だという方点数がまだ上がってこない方こういった方は是非 弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください。こうやって理解するのか、こういうことだったのか、新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。レトスの予想模試については、この動画の下の概要欄から内容をご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。今年絶対合格しましょう。